ボブ、ディランさん、スウェーデン、アカデミーに電話して。特集、ボブ、ディラン。ボブ、ディランへのノーベル文学賞受賞が発表された13日、スウェーデン紙ダーゲンス、ニュヘテルの公式ツイッターに英文のメッセージが載った。発表から4時間が経った同日午後5時、日本時間14日午前0時、時点で、スウェーデン、アカデミーはツアー中のディランと連絡が取れていないという。同誌、電子版、によると、スウェーデン、アカデミーは発表から約2時間半後にツアーマネージャーの連絡先を入手したが、寝ている。サラ、ダニウス事務局長、として直接は話せなかったという。昨年は受賞者スベトラーナ、アレクシエビッチさんに発表前に電話で受賞を伝えていた。ストックホルム渡辺志保。